この地域から出ていきたいという気持ちはあったけども、自分が親父の背中をずっと見てきた中で、やっぱりこれは継ぐのが自分の使命なんかなと。これがもうこの牛小屋から出ていく最後の牛やなと思った姿と、父親がなんかすっごいダブったね。